ハム、快勝。ソフトバンク日本ハム20回戦、日本ハムがソフトバンクに6対3で勝利。ハム勝ちました。ナイスじゃん。久しぶりの正義執行シーン、ジャスティス。一応変化球を覚えてきたんだな。3連敗回避でかい。伊藤勝ててよかったな。万波がどれくらい調子に乗ってるか確認。レイエス連続安打記録更新する。節にも打ったし満足。ホークス負けたばい。まあ悪くない試合だった。モイネロが悪すぎたな。モイネロもさることながら打線も一息。若手リリーフ陣活躍したし前やろ。日本ハム先発伊藤7回3失点。どうやってやった。伊藤なんだかんだで素晴らしかった。3失点は伊藤が全部悪いわけじゃないから、まあまあ。日本ハム田中セーブ。ナイスジャスティス。ジャスティス9位戻った。ジャスティス復活いいね。ソフトバンク先発モイネロ3回6失点。モイネロ試合作れなかった。モイネロ最近の立ち上がり的に心配だったけど、ここまでとは。モイネロあとは2軍でゆっくり休もうな。日本ハム打撃成績。万波先制ホームラン。万波やっときた。万波は1番が1番良いんじゃないか。レイエス2点タイムイン。すごいなレイエス。レイエス24試合連続安打。伏見2点タイムリー。死にさすが。伏見さん頼りになる。マルティネスホームラン。マルちゃん映像。マルやっと仕事してくれた。ソフトバンク打撃成績。栗原タイムリー。栗原ナイス。栗原いいとこ落ちたな。山川2点タイムリー。山川素晴らしい。山川4番様の大仕事。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。